あ、でも触った感じはね、高そう。あったかい。めちゃめちゃあったかいよ。こんにちは、ケンシです。山田です。今回なんですけれども、ハイランダーのダウンシュラフを購入したので、レビューの方をしていきたいと思います。で、まず大きさなんですけれども、うんうん、こちらのサイズ感になっています、うん。で、これはハイランダーのダウンシュラフなんですけど、400g と 600g っていうのがあって、それぞれ商品名が400と600っていうふうについています、うん。で、そのうち僕が買ったのは400になっております、うんうん。で、こちらの使用加減温度は5度になっております。うん、ですので、5度までだったら、まあ、ギリギリいけますよっていうような指標になっています。で、大きさなんですけれども、めちゃめちゃ小さいです。うん、ねえ、コンパクトだね。うん、そう。で、あともう一つこちら、これも前回の動画で紹介させていただいた LMR というダウンシュラフなんですけど、こちらマイナス15度までとなってるんですけど、大きさ的にもだいぶコンパクトだね。そうだね。そうそう、こんな感じでだいぶ違うのかなっていうところがあって、高さも若干高いけども、う全体的な厚みが違うかなっていう、だいぶコンパクトになっております。じゃあ次はいよいよこいつを開封していきたいと思います。はい、で、入っているのはこの、まあ、シュラフカバー、よくある感じですね、うん。で、こいつを引っ張って開けて、おお、あ、触った感じはね、高そう。質感がいいんだ。そうだね、この前の8180円の激安シュラフと全然違うね。あっちは悪くはないんだけど、うんうん、なんかちょっと質が高いゴミ袋みたいな感じだったからうん、うん、微妙だったんだけど、今回はね、うん、そう、生地感がしっかりしてるっていうのと、じゃあこれ例えるなら、そうだね、ジャンバーの裏そう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 、わかるわかる。まあ、パッと見普通だけど、裏はキルティングになってるとかってあるじゃん、うんうん、そんなようないい洋服とかの裏とかでも全然これがチラッと見えても安っぽくは絶対に見えないかな、うん。まあ、光り方もちょっとなんかマットな感じの質感なのかな、うん。出してからすぐ、ね、そんなに時間が経ってないと思うんですけど、うん、すぐに勝手に膨らんできてるなっていう、うん、確かにね。そうそうそう、だからね、膨らむのも早いなっていうところですね、うんうんうん。でちょっと入っていきますか。でチャックはこちらになってますね、まあ、こちら YKK じゃないんですけれど、うん、大丈夫か。入ってない状態ではチャックの開閉はめちゃめちゃスムーズですね、うんうんうん。でよくある下にも付いてるタイプなので、下から開けることもできるっていう感じですね。なるほど。そう、下を開けとけば、まあ暑くて、あ、暑い時とかに足を出したり、うん、できるっていうふうにホームページに書いてありましたね、うんうん。こっちも特に最初開けるときがなんかちょっともたつくかなっていうところはあるんですけど、慣れてくれば、お、噛んじゃったよこんな感じかなっていうところですね。でもそんなに悪くなさそうだね。そうだね、そんなに悪くはないです、うんうん。もう触ってる感じがね、もう柔らかくてね、こういいダウンだなっていう感じがしますね、うんうん。ちょっと失礼します。はい、あ、もう入った瞬間、うん、なんかあったかいとかっていうよりもふわっとしてるっていうのが体に伝わってくるような感じですね。で、右開きなのでこう締めていきますね、うん。これもね、チャックが外と内側で行き来できるから、うん、まあ、外から締めても内側からこう入りながら締めるっていうことも可能なものになっていますね。なるほど。チャックは全然締めやすかったですね、中からでも、うん。で、はい。で、これも左側についているので、あ、コードがね、そうそうそう、内側で引っ張りながら絞っていくと、うんうん、おお、こんな感じで肌触りがめちゃくちゃいいね。ああ、うんうん、こう肌で撫でてっても、うん、本当に優しいなっていう気持ちいい、気持ちいいなっていう感じの素材感、うん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 。で、やっぱダウンシュラフだから熱い、もう暑い。そうだね、暑いね今も、うん。このシュラフ自体、推奨の対応の身長はいくつぐらいなの？推定の身長としては、うんうん、170から185センチっていうふうに書いてあったので、うんうん、僕身長が174なので、うんうん、ちょうどいいなっていう、うんうんうん。で、こうやってちょっと動いてみても、うん、なんかあの動きづらいっていう感じはないですね、うんうんうん。そうそう、別に素材が伸びるわけじゃないけど、うん、この余裕があって、まあ、こういうふうに柔らかいから、うん、ストレスにはなんないかなっていう感じですね。寝返りも全然できて、うん、そう、寝返りも全然できて、で本当にね、あったかいし
ふわふわしてる。うん、下からこう撫でてくるとね、すげえ気持ちいいもん。悪いことをしてる気分ですね。もうちょっと暑いから出るか。はい、ちなみにこのダウンシュラフの収納方法っていうのは、これに端っこから押していくだけで大丈夫ですね。折りたたまなくてもいいの？なんかこの前 YouTube で見たんだけど、うんうん、このダウンの場合は折りたたむよりもこういう風に奥から入れていった方が、ダウンがなんか右行ったり左行ったりとか、その折りたたむとその癖がついちゃうからあまり良くないよっていう書き込みとかを見たんで、こういう今しまい方をしてるんですけど、めちゃめちゃ楽だよね、ダウンシュラフ。今これちょっと見てもらって分かると思うんだけど、だいぶ空気吸ってるから、これがすごくふっくらしてるんですよね。そうだからね、しまっていく時もこうちょっと空気を軽く抜いてからじゃないと大変なぐらいふかふかですね。そうそう、しまうときはちょっとなんかかったるいかなっていう気はするんだけど、そんだけあったかい、いい羽毛の宿命だね。そうだね。ということで、こちら今広げて中に入ってみたんですけども、うん、品質はもう肌で感じられるぐらいいいなっていうところだと思います、うん、実はこれをレビューするために、うん、この先日ですね、この大和くんの家のウッドデッキ で、うん、でテントとか張らないで寝てきました。でその時の環境が、うん、2019年の11月29日、うん、気温 7.6 度です。あと2度しかねえ。でちなみに今の服装は上下スウェットで下に T シャツ1枚だけ着てるだけですね。特に下にもも引とか履いてない、ただ靴下だけ履いてます。でこの状態で2度しかないですね、この加減まで。そこの辺をちょっと試していきたいと思います。それでは今現在時刻午前2時、おやすみなさい。で朝起きたら3度になってました。もうピリオドの向こう行っちゃってるやん。そう行っちゃってるやん。使用温度を下回ってしまっていたんですけれども、うんうん、寒くて起きるっていうことはなかったです、うんうんうん、ただポカポカしてたかって言ったらそうじゃなくて、ちょっとなんか例えば布団の中に入って朝今日寒いなってちょっと丸くなると、うんうん、大丈夫な時あるじゃん。ああ分かるあの感じの温度感でした。そうだから凍えるってことは3度ぐらいじゃなかったんだけど、うん、一応これが使用加減が5度までにしかないから、うん、ちょっときついかな。そうだね。そういう場合は湯たんぽを使うとか、うんうん、あとは北海道を使うとかっていうような対策をしないと少し寒いかなと思います、うんうんまあ、だから使用する時っていうのは、うん、春とか秋ぐらいの、まあ、季節の変わり目がいいんじゃないかなっていうところだと思います。これを買うんだとしたら春以降用として見ておけば3シーズンはいけるっていう公式の方にも書いてありますので、まあ、そのつもりで今のうちに買っておくっていうことをお勧めいたします。でそれでは今回の動画は以上となりますので、もしよかったな、ためになったなというふうに思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。